今回は君たちが弱いからというわけで困難作りましたに対するネットの反応を紹介します。それではどうぞ。俺たちが弱いからだと？だからってこんなもの、原子を分解消滅させるディスラプターなどなど作るか普通。そりゃ発射10秒前のジェネシスをどうにかしろと言われたら中で自爆しかできないでしょ。アスラン、これなら外から問答無用で破壊できるからね。だからキラ一人で全て解決する必要があったんですね。君たちが弱いからっていうだけはあるでしょ。とや加減しろバカ。メンタルは回復傾向にあるようでよかった。ふてぶてしいぐらいでちょうどいいんだよ。さすがナチュラル用 OS 開発で国の買い戻しと復興の資金を稼いだ男は面構えが違う。こんなもん一国で占有させたら圧力が生まれるから、コンパスに置いとくのが無難ではある。というかキラが作るもんがいろいろと国力を左右しすぎる。なんだこいつ。キラは光方面に闇落ちしてたから別にいいよ。よくないけど、ハインラインはなんでこんな危険物を生き生きと作ってるんだ。マジであの段階で何と戦う気だったんだよ。ガンダムシリーズの技術者は時々悪乗りして暴走するからな。ペーパープランに終わったけどディープストライカーとか。し、いいだからな。差別は日常茶飯事だし、週一でブルコスのテロが起こるし、年一単位で戦艦の手法が効かない大量破壊兵器が出てくる。サイクロプス、ピースメーカー隊、ジェネシス、レクイエム、ネオジェネシスと地球プラント双方で積み重ねてきた負の実績が大きすぎるからな。純章の願いに、勝ち取りたい平和にこれは不要ですか。オリジナルの方も大元たどればハインラインさんがいるのくさ。フリーダムもハインラインが関わってるからな。キラが力を欲した時、与えてくれるのはラクスとハインラインなんだ。隣にいない云々は置いといて、あの君らが弱いからの中にアスランって実際入ってたのかな。普通に入ってないと思ってた。入ってると思ってる人も結構いるんだね。アスランは弱いには入らないけど、経歴考えればキラからすれば頼れないには入るからなぞ。個人的には入ってない派。自分も入ってない派。アスランに対してはそんなこと言ったって君はそもそも近くにいないじゃないかって八つ当たりしてるみたいに見えたよな。八つ当たりの仕方下手くそか順調。まあアスランも下手だし、こいつらやっぱ親友よ。同じく入ってない派。キラからしたら君は近くにいなかったなんだけど、今考えると結果的にアスランが隣にいない方が良かったよねって。負担は大きかったけど、キラとハインライン開発部であんなやべえもん完成できたのなら、アスランが入ればもっと早く完成できた可能性もあるわけで、余計に僕とアスランだけでいいじゃないかってなりそうなんだよな。シンたちももちろん優秀なんだけど、プログラムや工学系のことまで全部含めると、キラとアスランってやっぱり飛び抜けてるよ。キラとハインライン開発部 with アスランだったらもっとやべえのできてたんだろうな。シンは、やっぱ俺弱いと思われてたんだってなってたんだろうか。小説版だけどキラとの差は感じてたみたいだし、力になれてなかったとは思ってそう。やっぱり何考えてんだってなるよねこれ。しかし実際ディスラプターとかあまりにやべえわけだが、強すぎる力はまた争いを呼ぶに発展しないかが心配だ。そのために承認制にしたんだろうが、承認する人が隣に乗ってるという。決める人が身内も身内ですぐ隣に乗ってるのは、非常時以外だと大変よろしくない。ガンダムじゃもっとヤバい兵器が未承認で使えるからセーフ。むしろ消失に止めてるのかなり余剰というか、これ制御しないと大爆発起こせるよね。防御不能ビームで手足を削ぎ落としてしまえば、まあ不殺制圧は楽になると思うんだが、コズミックイラだとジェネシスディスラプター作って地球マップ2つ作戦試みるザラハとか出てこない？コンパス内にザラハのスパイがいないことを祈るしかないわな。データ盗まれて改良開発されたらマジでヤバい。まあキラがいるし、機密情報はメイリンでも持ってこれないようなレベルのプロテクトかけてると信じよう。ディスラプターはもう見てわかるヤバさなんだけど、
精神官能でコントロールする名の勇士も大概ヤバいっていうか、これ精神での操作が一粒単位だとしたら、普通の人がコントロールしようとしたら情報量多すぎて精神崩壊するんじゃないだろうか。フリーダムにドッキングして使うからキラが使うのは前提なんだけど、使用自体なら他の人でもできたりするんだろうか。まあでも使用できる人が限られるなら変に悪用されないから逆にいいのかもしれんな。純章の精神が形となったプラウドディフェンダー君。プラウドディフェンダーを作り保有するには技術だけでも財力だけでもダメなのです。権力も必要なのです。権力じゃなくて大義名分では、核分裂抑制するからほんと大量破壊兵器を破壊するための武器なんだよな。ディスラプター、話は変わるが、ディフェンダーはもう作っちゃったわけだけど今後テスターは散々やらされそうよな。シン、ゼウスシルエットとプラウドディフェンダーを悪魔合体させたゼウスディフェンダーを原始した。ディスラプターを1発撃つたびに頭部を交換だ。絵面がアンパンマンみたいになってしまってるような。オーブの地下で違法コピーされてるプラウドディフェンダー、いずれかのスレのごとくなんだよこれ。ってなってるかがりが見えた。まあさすがに勝手には作らないと思うが、作らないよな。かがりはやらんが、オーブはやる。かがりが止めるのはわかってはいるのだが、かがりが承認してアスランが武器使うのも正直みたい。かがりは複座式よりモビルスーツに乗って2機揃って使える兵器みたいな感じになりそうだけど。トサカからディスラクターサーベルが出せるように対抗するアスラン。小忍者2番戦士だし、かがりにしか発射できないようにするのはどうだろうか。小忍生には責任の分散の意味もあるだろうから、かがりに全部背負わせるのはやめてやれ。一国の代表が発射していいレベルではないので。あれはコンパスっていう国家をまたいだ組織機構だからギリ許されるものであって、一国家が持ったらさすがに外交的な意味でも危険とみなされる武力だわ。映画の流れるような承認だってあの緊急事態だからやれただけで、ラクスは普段は後方に控えている状態になるし。君たちが弱いから短期で戦況を変える機体を作るしかないじゃないか。貴重に傲慢と言われても仕方ないな。ネオジェネシス用意してる人にだけは言われたくねえ。純章って本質は平和主義のサボり魔だけど、メンタルによる弱体化はあんましない上に、追い詰められて出力されるものは砂漠のストライクだったり、プラウドディフェンダーだから多分追い詰めてた方が使えるやつなんだよな。嫌だろうが必死でやるしかねえからな。キラ、アスランが敵だったり、アスランがまた敵に戻ったりとか。アスランザラとかいう物語が後半戦にならないと味方にならない男。結局キラが素直に他人を頼れなかったのはアスランのせいなのではないだろうか。何でもかんでもアスランのせいにするのは良くないけど、そうだよ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。